中日不可解な敗戦パンは呆れてしまう。はい、みんなサンボールで助けるバッティングやな。まあもうただのよくある負けや。負けたは負けたやし、岡林はあかん。そもそも今日は中軸があかんで、まあヤフーレが良かったってことで。ごくごくありふれた負けやろこんなの。1-5番全く仕事できなけりゃ勝てるわけがない。今日はリリーフも残ってなかったから梅津が頑張ったで、まあ納得できる負け。昨日の阪神戦に比べりゃだいぶ諦められるわ。まあこっちは地獄続きの8連戦なのに相手は雨で休みもあってずるい。今のところ神宮2年連続で石川昂弥ホームラン打ってるから、明日なんかの間違いでスタメン出場してくれんかな。梅津はようやったけど褒めたくない、そんなピッチング。まあ地頑張り屋で終わりかな梅津に関しては。クリーンナップ仕事しねえならそら負けるわ。明日勝てばギリつながるか。明日小笠原で勝てないと金曜広志とが苦手な巨人やし、やばいで。細川の前にランナー貯めれたらあったかな。おつ梅津が7回投げ切れたことを褒める試合。1-5番までノーヒット、8連戦2勝5敗か。明日落としたらあかんで。今日のヒットって細川ロド梅津安だけやろ。板山は一番タイプではないんかな。かといって岡林もしんどいし、福永は4番がハマってるし。どうすって。梅津は7回まで投げてくれた分まだええかな。石川はあの場面あの球であの結果はちょっとな。自分から使われる理由を減らしてしまっているような打撃になってしまってるように見えるのが残念。マジで梅津見たくない。柳の方がマシやろ。結構柳に信頼あるんやな。Y はないわ。本当に見てないやろお前。板山は外していいやろ。セカンドミキヤを週5にして岡林の代わりにシューフトあげたらええわ。言うてあれショートゴロやん。中日的には基本3失点以上は何点取られようが一緒やからな。柳の近況を知らんが、今日の梅津よりいい投球できるとは思えんわ。いや柳が神宮で投げたらどえらいことになるだろう。6イニング食えない先発がいる中で7回投げられた投手を褒めないのは逆張りすぎる。しかもヒットパカパカ打たれただけやん。実質は食えやぞ。2軍で毎4、6四球出してる人間が1軍来たらどうなるんやろな。梅津が7回まで行ってくれてよかった。なんで濃厚になってるのよ。7回で四球1は梅津ではかなりようやっとる方だと思う。梅津は崩れる時に一気に行くって感じ、柳はずるずる失点って印象がある。なんやかんや今年偉いのは完封は的確に回避していること。なのに去年より点取れてないペースって言われるから頭おかしくなるが。こんなフォローは失礼かもしれんが、今思うと2回に燃え尽きなかったのも梅津はようやったか。大事なところで加藤に代打出したくなって。大事なところで石橋が走られるのが嫌なら、ますます加藤をスタメンにしたらあかんすぎる。今のところ2軍では三振が取れない。20回近く投げて10個くらい。際どいところを狙ってカウント悪くする。だいたい6回100球。まあなんやかんや QS は達成したからの。リリーフが注ぎ込めんという台所事情を考えれば最低限はやってくれた。投球フォーム変えてコントロール悪くなった感ある。木下と組んでキワキワ投げて投げきれないし、球威落ちてて甘い球投げたら打たれるし。そうならないようにタイミングずらすためにクイックとか入れてたらコントロール乱して四球の繰り返しや。球速全く出てないんよな。この前なんて最速で140もなかったし。小田くんが見れない試合はつまんないな。だいたい135、137、8やったな。な5球といえど出なさすぎ。清水松山ライマルが万全なら先発は最悪6回投げて打線の援護、失点でええけど。中継ぎ苦しい日は最悪何失点でも7回とか8回とかイニング食ってくれる方が優秀。ドツボってやつやな。そこは石橋が未熟の一言で結論出てる。代打出されるかと思わかん。橋本岩の全員失点か。ちょっとしんどいな。あと期待できるのは森くらいかな。中日だけ指名守備3人くらい使わせてもらえませんか。話聞く限り柳が若松化しとるやんけ。雑な解釈。村上に走られるのはクソやが、それでも石橋でいいと思うわ。
シーロドかと小笠原の並びでどうやって点取るねん。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録お願いします。